友野先生、はい、前回は学生さん向けに実習において、はい、まあ、TKA と THA の表裏を見る上でのポイントを解説していただいたんですけども、はい、今日はですね、ぜひ、はい、歩行分析、歩行分析、はい、歩行分析のポイントをですね、はい、先生といったら多分歩行分析のですけども、はい、先生から見る実習生に向けて、はい、歩行分析のコツ、まあ、ポイントをですね、うん、ぜひ教えていただければと思います。はい、ゴールデンウィークにあの林紀夫先生の特別イベントを開催いたします。このイベントに関連してツイッターキャンペーンを行います。景品はなんとこの2冊の本をプレゼントいたします。詳細については下の概要欄をご覧ください。まあ、歩行分析は、まあ、もう本当に僕の真骨頂ではある。でやっぱり我々の業界、まあ、最もこう動作分析、動作をもとに治療するという展開がみんな重要だと思っているけど、大半の人は、ね、セラピストは動作分析得意とは実は思っていないんだよね。で、学生のレポート、これはよく言われることなんだよね。動作分析ができないっていうことを言われるんだけど、まあ、どの学生のレポートも特徴があって、それは何かっていうと、まあ、実況中継をしているとということが大半だと思う。例えば、まあ、歩行してる時にかかと設置して膝はちょっと曲がって、で伸びたまま行くとか曲がったまま行くとか、で股関節はどうなってる、体幹はこっちに行ってるとかっていうふうに、まあ、その状況を実況中継しているっていうことが大半の動作分析だと思う。で、レポートにいっぱいこう難しいこといっぱい書いてきて、そしてじゃあここから、何が分かるんですかっていうと答えられないということが非常に多いと思います。なので、まず、動作分析ですごく大切なことは何かといったら、その見た、捉えたそのレポートに書いた実況中継はあくまでも現象を捉えているということだと思うんだよね。だからその捉えた現象に対してその意味を言えるようになるということが、まず最初一番重要なことではないかなと思います。で、それを例えば、股関節でちょっと考えてみたいと思います。よくある股関節の異常で骨盤が横にスウェイしている、でそれと骨盤が挙上している、ね、あとは体幹が、側屈しているといったようなことはよく股関節で異常があるんだけど、これが、このモーメント、まずモーメントの視点で何を意味しているのかっていうことが分かることがとても大事なんじゃないかなと思います。ここに図にあるように股関節の外側のモーメント、つまり外側の筋肉が働く状況かな、それを、股関節外転モーメントっていうんだけど、股関節の外転モーメントは骨盤が横に移動する、骨盤が挙上する、でそれと、体幹の質量中心、例えば体幹がこう曲がっていて質量中心が外側にかかっているといったことに依存しているわけさ。でこういうことをまず知るっていうことが非常に大事で、そしたら例えば横の筋肉が張っているという現象を動作分析と絡めて、なぜそこが張るのかということをモーメントで意味付けて説明することができるということがまず最初のスタートだ。でここでもっと重要なことがある。これは患者の症状と捉えた現象が、ここで説明できると同時に、あともう一つ、モーメントが分かってくると頭皮の意味も分かってくるんだな。例えばいわゆるドゥシェンヌっていう歩行があるけど、ドゥシェンヌというのは今言った外転モーメントが起こらないシチュエーションを作っているのがドゥシェンヌなんだよ。だからそういうふうに分かってくると頭皮がなぜ起こってくるのかっていうことも含めて、症状がなぜ起こってくるのか、頭皮がなぜ起こってくるのか、この両面を出て捉えた現象から説明できるということが、まず最初のスタートじゃないかなと思います。でこれができるようになってくると、バイザーがレポートを見て、あ、こいつはちょっと違うなというふうに思いますので、そうやって思われることで、バイザーからそういうふうに思われると可愛がられる、だから実習も楽しくなると、この循環を作ってほしいなと思います。
で、このことをまとめるとどういうことかというと、まず最初に現象を捉える。これは最初の段階、実況中継の段階がまずここだね。どういうふうになっているかということが現象だと思います。だからその現象を捉える、これが1個目です。で、その現象を捉えるというのは全部細かくかかと設置して、その時内反して、小指のこっちからといったとか、こんな細かいことは二の次、まあ、バイザーを要求したら書いてもいいけど、それは二の次です。症状に合わせた、その特化したと言ったらいいかな、症状がこういう症状だから見るべきポイントはどこなのか、でそこが明確になって現象を捉える、これが1個目です。で、2個目は現象の意味が分かるということです。現象の意味で、その意味ができればモーメントから説明できると、力学的に説明できるようになると思います。これが2つ目です。そして3つ目は、その意味が分かるから何をしたらいいのかっていうことが見えてくる。これが一つ大事なことです。例えば外方のモーメント、ね、外転モーメントが大きくなっていて、それが例えば張り感とか痛みの症状を出しているんであれば、それを減少させるためにはどうしたらいいのかって自分に質問すると、何したらいいかってアイデア浮かんでくるよね。で、このことが3つ目になります。そして最後がまた大事で、もし良好な結果が得られたら、そのことを説明できるということが必要になると思います。でも最後の4つ目のことは、1番から3番までできている人は自然とできるようになるので、まず現象が捉えられる、モーメントから説明できる、そしてそこから何をしたらいいかが分かる、これを全部セットで動作分析として行うと、臨床はもっと楽しくなるということを知ってもらえればなと思います。理学療法士のプロとして、この図は皆さんがこれから獲得してほしい、私が考えているロードマップなんです。痛みを拾っている組織は何か、痛みの原因は何か、常に仮説検証して、この段階で皆さんは痛みを発している組織として何を仮説、私なら加齢付近というのは腰痛を考える上でこの圧痛ポイント、ちょうどここです。その脂肪体のところが内転圧になると、骨頭の位置、これが腸骨式、クールレーズが早く起きると